ダブリン市庁舎ダブリンは、アメリカ合衆国をハイオ州中央部に位置する都市で、ある。州都コロンバス市の北西港に位置し、同市の住宅地域の外縁部を構成する。地域は、デラウェア・フランクリン・ユニオンの3群にまたがる。人口は38,909人で、2000年、国勢調査時の31,392人により23.9%増加している。 地域は21.1平方マイルである。地域の境界外ではあるが、ダブリンの学区に含まれるエリアに居住している人口が、多数ううあり、ダブリン学区内の人口は5万7千人程度と見積もられる。市内の東部を南北に西ト川が流れる。ダブリン市のダウンタウンというべきオールドダブリンは、西ト川にほど近い地域の南東部の一角である。市の西側は、農業地帯で、 自動車関連工業の工場が点在する他は主に大豆、トウモロコシが大規模に栽培されている。アイルランドの首都ダブリンの名を冠することからもわかるように同市はアイルランド系の移民によって作られた村であった。1970年まではダブリンは人口わずか681人の小さな村に過ぎなかったがコロンバスト市圏の環状道路 I-270 の建設により人口が増加し、1987年に人口は1万人を超えて、市となった。現在でもセントパトリックスデーのイベントが3月に、アイリッシュフェスティバルが8月に行われるなど、アイルランドとのつながりを示すイベントが見られる。また、オールドダブリンには、アイリッシュ系のパブなどが存在する。市のさらに北西に、 ホンダ技研工業のアメリカ法人が拠点を置くメアリーズビルを抱え、コロンバス県で最もそこに近いエリアであることもあり、現在のダブリン及びその周辺には日本人の人口が多い。同市は全米第2のハンバーガーチェーン、ウェンディーズの本社所在地である。また、アメリカプロゴルフ PGA ツアーの一つであるメモリアルトーナメントの開催地としても知られている。 コロンバスト試験図書館ダブリン市館ダブリンより、さらに北西に 20km ほど離れたメアリーズビルには、ホンダ技研工業のアメリカ法人の工場が存在し、周辺には同社の関連企業が多数存在する。かかる地理的な条件から、ダブリンにはコロンバス市と並んで、日本人が多数居住している。コロンバスト試験の中でも裕福な住民の多い。 ダブリン氏は治安が大変よく、高い税金との引き換えに高い公教育の水準を保っており、英語を母語としない生徒に対するサポートも行っていることから、子供を伴って駐在員として赴任する日本人にとって人気の高い居住エリアとなっている。近在の日本語補修校は、近隣のワージントン市内の公立学校を校舎として、 毎週土曜日に開校されており、500名程度の幼稚園から高校生にわたる日本人児童、生徒が日本語による教育を受けている。保護者を中心として運営している学校であるが、同校の校長、教頭は日本の文部科学省より正式に派遣されている。オールドダブリンに所在する図書館にはわずかながらも日本語の書籍も所蔵されている。ダブリンや コロンバスの市内には日本料理店が5軒以上、また日本の食料品を販売するスーパーも2軒存在するため日本人が生活する環境としては市の規模と比較してかなりしべんな場所であると言える。日系の旅行代理店、運送会社等も複数近隣に所在する。一般的に利用できる旅客空港はコロンバス市内に存在するポートコロンバス国際空港である。 ダブリン市中心部からフリーウェイを自動車で30分程度のアクセスとなる。ダブリン市内と同空港を結ぶ公共交通機関はないダブリンはコロンバス都市圏を取り囲む環状道路 I-270 の北西角に位置しメアリーズビル方面とコロンバス市北部を結ぶ国道 US-33 が市内を横断している。両者の交点は i -270 の17番出口ダブリンとなる。US-33 はダブリンメアリーズビル間ではフリーウェイになっている。ダブリン市中心部から州都コロンバス市中心部までの所要時間は自動車で30分程度である。ウェンディーズ本社。ありがとうございます。